今日はBUCK-TICKさんのシングルについてお話ししたいと思います。この愛っていうのがインディーズ時代ということですけど、インディーズで1枚、あとメジャーになってからがですね、こうずっと見ていくと、鼓動の再発売っていうのと、あとなんだ、ドレスのアニメ主題歌になったことによる再発売を除いたとして、ざーっとここまで無限ループまで、で全部で42枚っていう風になってます。でこのスプレッドシートか自体は大した内容ではないんですけど、作詞者と作曲者の情報なんかも一応入ってて、どこのレコード会社所属だったかっていうのも入ってるので、これをグラフにして今日はお見せしたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。はい、改めましておはようございます。こんにちは、こんばんは。青森に住むBUCK-TICK大好きおじさん的なゆうきと言います。今日はシングルのお話なんですけど、まずここに間隔っていう項目があるんですけれども、単純に発売日の数字を引いて、前のシングルからどのくらい間隔が空いて次のシングルが出たかっていう数字になりますね。なのでこれ365でおよそ1年っていうことなので、730であれば2年空いたってことなんですけど、ほぼ730の数字っていうのを超えることはなくコンスタントに出てきてますね。ここ、ニューワールドと形而上流星の間っていうのは比較的空いてて860日ほど空いてるんですけど、ここは、まず一つにはレーベルの移籍ですね。ニューワールドでビクター復帰、その前形而上流星まではBMG アリオラ時代なので、そこの移籍の問題もちょっとあったのかもしれない。ごめんなさい、BMG じゃないや、徳間ジャパンからの移籍ですね。はい。その問題もあったのかもしれないですけど、単純にここで櫻井さんはザ・モータルというバンド活動をして、今井さんはシャフトを久しぶりにやってたので、そちらの活動でどうしても空いてしまったっていうことですね。あと、ここの口づけとエリーゼのためにの間もちょっと630日空いてますけど、これは間に東日本大震災があってコンサートが延期になったりとかあったので、その影響だと思います。デビューしてこの間35周年とかやってて42枚出してるので、もちろん単純な割り算で考えても1年に1枚以上出してきたっていうことになりますよね、ペースとしては。はい、ということでこちらスプレッドシートを全て表示するとカップリング曲についての情報もありますので、ここら辺でですねいろいろグラフ化したものをこれからお見せしたいと思うんですけれども、まずレーベルのお話で言うと、もうちょっと下ですね、グラフ。はい、こちら。ビクターの1期と呼ばれる時代、結構長かったような印象があって、ビクターの2期ってまだそんな時間経ってないじゃんって思うんですけど、結構ビクターの2期になってからもすでに結構な枚数が発売になってて、合わせてですねビクターだけでちょうど 50% になると、やっぱりBUCK-TICKさんといえばビクターっていうイメージがありますね。あと僕の姿で見えなくなってますけど、ここが、BMG アリオラ時代約 30% ですね。ちょっと画面上に上げますけれども、徳間で 9.1%、マーキュリー 11.4% ということで、マーキュリーってね、アルバムっていうとセクシーストリームライナー1枚しか出てないんですけども、シングルでミューとか、アルバム未収録の、結世界もか、アルバム未収録のシングルが出てるので、それなりにシングルの枚数としては多く出てましたね。11% もマーキュリーがありました。本当にマーキュリーって、アルバム1枚、オリジナルアルバムは1枚なのにベスト版が2種類も出てるっていうすごい状況なのでね、いろいろ契約の関係の枚数消化とかあったのかもしれないですけど、そういう形でマーキュリー以外に多いっていう印象です。で、同じくレーベルのお話、もう1種類別の形でお見せすると、リンガサウンダーになって、リンガサウンダー設立したのも割と近年かなという印象ありましたけど、気がつけば 30%。リンガサウンダーのレーベルになってると、自分たちのレーベルから出てるのが 30% になってきているというところですね。考えてみたらね、このリンガサウンダーの設立、いつだっけ、リンガサウンダーになっったのが、あれですよね。エリーゼからなので、そうだ。エリーゼからということは、2012年5月23日にエリーゼが出てるので、まあ、今年2024年なので、もう5月になれば、干支が一回りすると。35年、まあ、実際もう37年とかですけど、メジャーデビューしてから36年とかのうちの12年がリンガサウンダになるので、当然ながら3分の1ぐらいはリンガサウンダになってても不思議じゃなかったと、改めてこのグラフを見て思う次第でございます。で、もう一つ、作詞作曲者っていう項目で考えるとですね、まず櫻井敦司さんが作詞した曲っていうのがシングルの中でカップリングも含めてですけど 86%、 今井さんが 12.1% でした。これまあ若干今井さん少なめですよね。ただ表題曲ってなるともっと少ないんですよ。普段のアルバム1枚のアルバムに今井さんの詩って2曲か3曲、まあ1曲の時もありますけど、まあまあなのでもうちょっと多いような印象はあるんですけど、シングルっていうことになると 12% でした。でその他 1.9% っていうのが何かっていうと2曲ですね。ステッパーズパレードの櫻井敦司さんと今井久志さんの共作になっているというのが一つと、あともう一つが燦然と輝く悪の花のカップリング曲アンダーザムーンライト作詞樋口豊っていうところ、その2曲で 1.9% という数字になってます。この作詞作曲のパーセンテージはね、解釈の仕方によってはちょっと数字が多少人によっては変わってくるのかもしれないです。僕はただ単にこれをカウントイフの関数で拾って計算してるので、さっきの数字になりますけれど、例えばこのドレスのトリニティブラッドに含まれてる誘惑とかゼロのライブバージョンとかをカウントに入れるべきとか、そこら辺考えて精査していくとちょっと違う解釈も出てくるかもしれないですけど、まあ大筋ねこんなものでしょう。はい、で作曲者の方なんですけれども、今井さんが 71% で星野さんが 29%、 約3割が星野さん。これちょっと星野さんが多い印象になってますね。アルバムの中だと1曲2曲星野さんの割合だったりするので、ただシングルになるとね、 A 面が今井さんでカップリングが星野さんっていうことだったりすると 50-50 になるので、そこら辺を慣らして見ていくとこういう形で、71% が今井さんで星野さんの曲が3割っていうことになっています。はい、今日はね本当はここからもうちょっと踏み込んだお話もしようかと思ったんですけれど、長くなっちゃうんでまた別の機会にというか明日にでも続きをお話ししますね。このアルバムっていう項目ですね。アルバムに収録されている曲かどうかっていうことをお話ししたいと思います。よろしければ明日になるか、もしかしたら明後日かな。ちょっと青森雪が多いので通勤に時間がかかっているので明日必ず更新できるっても限らないんですけど、近いうちにお話ししたいと思いますのでまたぜひご覧ください。では、ピース。